モータージェットとは、ジェット噴射以外の動力を利用して圧縮機を駆動するタイプの原初的なジェットエンジン。サーモジェットとも呼ばれたが、この名称は、一般的にパルスジェットの一種を指すことが多い。第二次世界大戦以前に航空機用エンジンとして注目されたものの、ターボジェットエンジンや他のタイプのジェットエンジンが実用化されるとその効率の悪さから衰退していった。 デシプロエンジンで圧縮機を駆動する。圧縮された空気は燃焼室で燃料と混合された後添加され、ジェット噴流がダクトから排出される。この模式図のようにプロペラを備えているものもあった。現在の多くのジェットエンジンでは、ジェット噴射のエネルギーの一部をタービンによって回収することで、それと直結した圧縮機を回転させている。しかし、 ジェットエンジンの冷明期には材料や加工技術の問題から高温と高い遠心力にさらされるタービンが非常に壊れやすくエンジンの寿命を短くしてしまう原因になっていた。このため耐えられる範囲のタービンでは圧縮機を駆動させるのに十分なタービン回転数を得ることが技術的に難しかった。この問題を解決する方法の一つとして圧縮機を タービン以外の外部動力で駆動させるというモータージェットの概念が生まれることとなった。この外部動力としては主にレシプロエンジンが用いられた。圧縮機で空気を吸入、圧縮し、その空気に燃料を混合後、燃焼させてジェット推進を得るという基本的な仕組みは一般的なジェットエンジンと同じである。また、レシプロエンジンにプロペーラを接続して、 水力を二重に発生させたり、プロペラ推進とジェット推進を敵に切り替えて運行する機能を備えたものもあった。ただしこの配置では、排気ダクトから得られる水力のうち半分程度は圧縮機の羽車がプロペラと類似の働きをして生み出すものであり、実際はダクテッドファンエンジン的な傾向もかなり強かったのではないかと言われている。またジェット噴流は、機体の速度より、 若干速い程度が最も効率が良いため、レシプロ機と同程度の速度ではむしろ、ダクテッドファンエンジンの流速を無駄に上げて効率を低下させているとすら言える。大火22型。機体後部に空気取り入れ口があるのが特徴的である。初めてモータージェットを搭載した航空機はルーマニアの発明家。 アンリ・コアンダが1910年に製作したコアンダイ・コール1910である。しかし、コアンダイ・コール1910は、地上滑走中に制御不能に陥り炎上し、本格的な飛行テストが行われることはなかった。モータージェット推進の航空機として、最も著名なのは1940年に初飛行したイタリアのカプロニ・カンピニエヌ1である。当時のファシスト政権により、 世界で最初に飛んだジェット機と宣伝されたが、実際にはその1年前に HE178 が初飛行に成功していた。特に第二次世界大戦期には軍用として研究が盛んに行われたものの実用化されたものはほとんどなかった。一例を挙げれば、日本では大火22型用のエンジンとしてつ11が少数生産されており、ソ連では マイナス5ヤミグマイナス13がモータージェット搭載機として完成している。なお、最近では趣味人がモータージェットを再現したり自動車に搭載したりして楽しんでいる。また、電気モーター駆動の圧縮機と組み合わせてラジコン飛行機に採用される例もある。ジェット機を模したラジコン飛行機に実際のターボジェットエンジンを組み込むと趣味のおもちゃとしては 速度が非常に速すぎ、エンジン本体が効果になるので、このような手段が用いられる。この場合も推進力のほとんどは、電気モーターによる、ダクテッドファンエンジン的効果が担っていることになるが、あくまで実際のジェットエンジンを模倣する演出が主目的であるので、問題にはならない。ありがとうございます。